Hey guys, Zell here, welcome back to more Honkai Star Rail. Now, let's continue on with the only path to tomorrow. We're making decent headway. Although isn't there supposed to be like more than one zone in this patch?好き。大劇場のことを言っているのですか。ねえ、ええ。私ときたらきっと家を長く離れすぎてせいであの月が恋しくなったんでしょうね。でもそんなのはどうでもええ。我らがピノコニー大劇場は月よりずっと明るくて 美しい。目の保養だ。あいつらは家財道具を売り払ってまでピノコに憎くのはやめろなんて言ってきましたが、まったく浅はかな考えだ。家財道具を全部売る、どうしてそこまで、どうして、どうしてって故郷の暮らしは苦しくて人間らしく生きることができなかったからですよ。やっぱりピノコにはいい。ここには美しい夢しかない。苦しみもなく、明日のために悩む必要もなく、やりたいことは何でもできる。これこそが生きているということだ。最高。これは本当に生きていると言えるの？<笑> お嬢さん、今何て言いました？よく聞こえなかったんですが。<笑>何でもありません。ほら、グラークス通りは車が多くて危険です。ハウンド家の者に近くのエディオンパークまで送らせますから、そこで引き続き美しい夢を楽しんではいかがですか。ああ、ええ、あなたの言う通りですね。 さすがは美しい夢の導き手、私の救世主だ。それではまた、サンデーさん、話に付き合ってくれてありがとうございました。どうしました、ロビン。夢の地にいるのになぜ人々はこんな生活を送っているの。 さっきの人はちっとも幸せじゃないわ。どんなに甘い夢であっても、それは所詮目に見えない手も触れられない幻にすぎない。なのに彼はそれを生きるための唯一の選択として現実の未来さえ放棄した。そんなの生きているとは言えないでしょ。ああ、 ですが、私としてはそれはむしろ普通の人間のあるべき生き方だと思いますがね。どうして？あなたはさっきあの方が美しい夢で命をつないでいることを生きているとは言えないと言いましたが、それは違います。ピノコニーがなくても人々はそれぞれの幻覚の中で生きている。自己価値と呼ばれる幻覚の中で、 人は常に自分は何らかの価値を実現するために存在していると思っている。自分の価値を高めた者こそが強者であり、逆に価値のない者は弱者に格下げされます。ですが、価値とは無から生み出せるものではなく、その総量にも限度がある。そのため、価値を実現するには他者から奪わなければなりません。 こうして弱者たちは搾取され、抑圧され、兄様はそんなことはあってはならないって言いたいのよね。はい。しかし皮肉なことに、人々はそれが間違っているとは思いません。なぜなら彼らは一貫してその儚い自己価値を絶対の基準としてきたからです。それは弱者も同じこと。適者生存。
弱肉強食。世の中にあふれる全ての悲劇はそれに由来しています。そしてピノコニーが美しい夢とされているのは、そこから抜け出したいと考える人々に安眠の地を提供しているからに他なりません。ここに悲劇はなく、ただ幸福だけがある。雛形だけではありますがね。これこそ私たちが思い描く楽園の姿ではありませんか。さっきの人は特例だったのかもしれない。結論を出す前に自分の目で確かめた方がいいわね。ドリームリーフの時のように。ええ、大事なのは自分の目で確かめることです。私も一緒に行きましょう。夢の主はまだ来ていませんから、もう少し見て回る時間はありますよ。 Is Sunday actually the real Dream Master? And the Gofair guy is actually dead? That'd be interesting. Oh, she sends out a- wait, is that the bird that they had? Yeah, it looks just like the bird they had. Robin-san, また会いましたね。調和セレモニーの準備は順調ですか？みんな楽しみにしていますよ。順調よ。ありがとう。遠路はるばる調和セレモニーに来てくれて嬉しいわ。とんでもない。宇宙各地から来たお客さんと一緒に昼も夜も大騒ぎできるんですから、ちょっとした移動なんて苦じゃありませんよ。私は孤独が嫌いで、退屈な生活には耐えられないので、この楽しい無境が肌に合ってるんです。でもこんな日がいつまでも続いたら飽きてしまわない？飽きるわけありません。楽しみが多すぎて嫌になる人間なんていると思いますか？毎日綺麗な服を着て、いろんな夢の泡を好きなように体験できて、いくら食べても太らなくて、病気にもならなくて、年も取らない。部屋代さえ払えば、ここは最高の楽園です。でもあなたも知っているでしょ、無境から現実に持ち帰れるものはとても限られているって。だから持ち帰らずに夢の中で遊び尽くそうと思っています。私は長命者じゃないので、寿命はせいぜい60-70年。あんまりたくさんのことを気にしていたら楽しくなんて生きられませんから。この美しい夢の中でなら、私は自分で自分の人生を決められて本当に自由に生きられる。こんな旨味を味わってしまったら帰りたいと思うわけがないでしょ。分かったわ。あなたの幸せを心から願ってる。私もロビンさんの講演が成功することを願っています。それじゃあ、私はブルーの時のダンスパーティーに行くので、これで失礼しますね。ダンスパーティー？さっきのお客様の言い分もあなたを満足させられなかったようですね。いいえ、彼女の言うことは理にかなっているし、心から幸せを感じていると思うわ。ただあなたは、彼女は自分で人生をコントロールできるようになったと思っているけれど、それは現実を捨てて夢の中に逃げただけで、庇護を失えば瞬時に化けの皮が剥がれてしまう。Pretty much. そう言いたいんですか？ That is spot on. ええ、結局彼女も部屋代について言及していた。そうでしょ？しかし、私たちの思い描く楽園に終わりなどあるべきではない。私たちの思い描く楽園は儚い夢であってはならないわ。この無境の景色は本当に美しい。そうでしょ？
え？これはこれはロビンさん、お会いできて光栄です。あなたの言う通りですね。夢の中では時間が流れませんが、何度見てもまた新しいものを目にしたような気分になる。素敵な考え方をする哲学者ね。お邪魔になっていないといいのだけれど。いいえ、私はもう長くありませんので、むしろ誰かと話ができるなら嬉しい限りです。ましてやあなたのような尊い女性が相手ならなおさら。よろしければ少しお話ししませんか？喜んでお相手するわ。さっきもう長くないと言っていたわよね。失礼を承知で聞くけれど、あなたはそのためにピノコニーに来たの？そう、私は戦場に出たことがありましてね。そこで装空の母艦から出た際、放射線を帯びた鉄の塊に頭を撃たれてしまいまして、その後戦友はみんな死に、故郷も何度かの中性子線の爆発で溶けてなくなりました。何もかもを失い、この命も長くはありません。しかしこの地ならまだ方法があると聞いて、私はここに来たのです。なんて痛ましい。ファミリーがあなたの苦しみを取り去ってくれることを願うわ。ファミリーはもう十分やってくれましたよ。心から感謝しています。彼らは私のために快適な部屋、全銀河の最先端の生命維持装置、そして十分な数の介護士まで手配してくれました。今私の体はドリームプールに固定され、生命維持装置に頼って生きている。あなたの見ている私は傷跡もなく意識もあり、普通の人と変わらないでしょう。ですがホテルにいる私はそうではありません。私の本当の姿。ロビンさんには永遠に見ないでいただきたいものです。だからあなたは永遠にこの夢の中で生きていくつもりなの？はい、生きているだけで幸運なので、夢か夢じゃないかはどうだっていいんです。どうせ私に選択の余地なんてありませんから。私の世界はもともと不完全なものなので、次の瞬間消えてなくなってしまうかもしれません。だからたとえ無境が偽りであったとしても、私にとっては楽園なのです。ここにいる一分一秒が愛おしい。ああ、永遠に変わらないものが羨ましい。あのお年寄りのお話があまりにも悲しくて、この美しい夢が彼の余生に幸せな思い出を残してくれてよかった。これがピノコニーの美しい夢が存在する意味です。でも美しい夢にも限界があるわ。それは失意に暮れた人々が荒波を避けるための防波堤でしかなく、現実の苦痛を根本から断つことはできない。いずれ全てがうまくいきます。ピノコニーはすでに正しい道を歩んでいるのですから。Meet the other lobby. Hey, Hanabi! What's up, my girl? Ara, この可愛いお嬢さんは誰でしょう？あれは私。Sunday knows this person very well.
Wait, is she somehow taller? No, they're about the same. I mean, it should be. Nii-sama, guzen, mata atta ne. Hi, Hanabi. 正体を現しなさい。あなたのトリックは私たちには通用しません。人を欺くことに長けた仮面の愚者も招待されていると聞いたけど、あなたのことみたいね。楽しんでいるかしら。なんとかね。ここの人たちみんな騙されやすすぎ。ちょっと餌をあげれば引っかかって危ないと思ったらすぐ逃げちゃうんだもん。簡単に言えばお金だけあるおバカさん、そんで臆病者って感じかな。十分楽しんだのなら早めに出て行った方がいいわ。調和の学章は雑音を許さないの。なんで？本人が帰ってきたら花火は用済み？あんなにファミリーを助けてあげたのに冷たい。花火に感謝してよね。もし花火がこのゴタゴタに収拾つけてなかったらピノコニーはとっくにめちゃくちゃになってたんだから。それはアイリス家当主の個人的な要求であり私たちには関係ありません。ここから去りなさい。これ以上調和セレモニーの邪魔をしないように。調和セレモニー誰を脅してるつもりかな。花火は君たちの考えなんてお見通しなんだけどな。それはさておき、テバオちゃん、そっちの考えに She's calling him chicken wing boy again。 もう舞台に上がるつもりはないみたいだよ。君もわかってるよね。この美しい夢が調和の働きのもとでどんなに醜い姿を晒してるか。夢の地ピノコに、君たち兄弟が欲しがってる楽園がこんな姿でいいの？黙りなさい。どうしたの、テバオちゃん。 And again. もしかして痛いところついちゃった？私たちの約束はあなたとは関係ないわ、愚者。早く出て行きなさい。さもないとファミリーが黙ってないわよ。はいはい、もう行くってば。でもロビンちゃん、もう一度よく考えた方がいいんじゃない？夢の中で生きてる人たちは本当に苦しみから逃れて本当の幸せを手にできてるのかな。花火のやるべきことは全部終わり。あとは本物の花火を待つだけだね。最後の2つのプレゼントは君たちにあげる。もし運悪く調和セレモニーが開催されちゃったら、忘れずに会場で使ってね。No way are you giving them the buttons as well. 絶対になくしちゃダメだよ。バーンってとっても刺激的なんだから。遠くで渡りガラスが鳴いている。もうすぐ夢の主が到着されるようです。So the bird is the Dream Master? I mean, that was my second guess after, you know, wanting it to be Robin, because I thought that would be interesting. ここが良さそうですね。このまま夢の主が来るのを待ちましょう。ええ。ところで兄様、もう甘いものは食べなくなったって本当？子供の頃はよくデザートを取り合ってたのに、なんだか私がいない間にいろんなことが変わってしまったみたい。一体何があったの？ A lot of things. Like him being, you know, brainwashed. 常に目を覚ましているものが必要なのです。でもそれが兄様である必要も特定の誰かである必要もないでしょ。兄様は一人で抱え込みすぎだと思うわ。私たちが約束した楽園はこんなはずじゃなかったのに。
ピノコニーはただの夢、現実の苦悩を消し去ったり本当の幸せを与えたりすることはできない。できるのは現実逃避の場を提供すること、ただそれだけ。さっきのお年寄りを覚えていますか？この夢がなければきっと今頃彼は取り返しのつかないことになっていたでしょう。そうね。でもピノコニーがなくても彼は別の人生を歩めていたかもしれない。私の知る限り博識学会はもう彼の状態に対応できる医療技術を普及させているわ。その生き方は退屈で困難なものだったかもしれないけれど、それももう関係ない。今の彼は昏睡状態の中で美しい夢という名のターミナルケアを受けている。そしてその結末はすでに決まっているわ。ピノコニーはそういう人たちに未来を与えたのかしら、それとも奪ったのかしら。その前にあなたは全ての人が未来に向かえるわけではないということを知っておく必要があります。人にとっての未来は鳥にとっての空に等しい。人が空を飛ぶことを鳥の天性だと思うのは地に落ちて死んだ鳥を見たことがないからです。子供の頃に拾ったあのハーモニーピジョンを覚えていますか？私たちがそれをどうやって世話したのかも。私たちはあの子を大切に鳥かごで育てた。毎日餌をやり、水を替え、羽を整え、そして私がピノコニーを離れると決めた時、カゴの扉を開けて空に返したわ。あなたを悲しませたくなかったので手紙の中では触れませんでしたが、あなたがピノコニーを離れてから数日後、あの子はあなたの部屋の窓の前に落ちてしまったのです。Dang, you're just gonna tell her that? 予想はしてたの。そうじゃなければ兄様があの子のその後について一言も触れないはずがないから。結果は残念だったけれど、私はあの選択は間違ってなかったと思ってる。鳥はカゴの中で一生を過ごすために殻を破って生まれてくるんじゃない。たとえ飛べなくても彼らの居場所は空だもの。ですがそれが問題なのです。もしこの世に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、私たちは空こそが彼らの居場所だと断言していいのでしょうか？兄様は人間もそうだって言いたいの？星球列車がいい例でしょう。七死人は各世界を結ぶために多大なる努力を払い高い名声を得ていますが、そのような苦しい旅を続けられるものはごくわずかであり、一様にただ人ではありません。開拓の道は決して凡人に背負えるものではない。そうでなければなぜかの運命は一度レールが断たれ列車は廃棄され、アイオンも消失したのでしょうか？そんなのへりくつだわ。その理論でいくなら未来は英雄たちの特権ということになるじゃない。残念ながらそれが現実なのです。未来の別名は、Are you gonna lock Robin in a cage? 自己価値。世の中には確かに英雄が存在し、人々は彼らに憧れ賛美していますが、ほとんどの一般人は生涯英雄になることはできません。生まれつき弱いもの、後天的に不幸に見舞われたもの、卑劣と臆病の前に屈したもの、いろいろな人がいますが、生存というテーマの前では誰もが平等で、自分の価値が略奪され続けるのを見ていることしかできないのです。そう、だからこそ
私たちは弱者に愛情と配慮、そして十分な援助を与えなければならない。自分を愛するように他人を愛する、調和の歌もいつもそう教えてくれているわ。調和の志は遠大ではありますが、この憂いのない夢の中でも強者は常に強く、弱者は常に弱い。人間の性には偉大な側面があると同時に、どうしても消せない弱さもあるのです。突き詰めれば、人間は生存すら保証されていない状態では雲をつかむような未来など語れないということ。世界に自然淘汰の法則がある限り、必ず地に落ちる雛鳥はいるのですよ。人々が未来のために生きていないなら、彼らはただ生きるためだけに生きているというの？調和でも弱者を苦境から救えないのなら、どの愛王なら私たちの理想を叶えてくれるの？人々はいつも忘れてしまう。かつて最初の鳥が空を飛んだ時、世界が期待したのは、もう二度と雛鳥が地に落ちなくなることだった。ロビン、本を読んでるの？何の本？ゴフェルさんがくれた絵本、調和祝言のお話だよ。私が調律師になったら、ハルモニア聖歌隊ドミニクスを召喚したいの。みんなと一緒に歌って、私たちの願いを伝えて、みんなに幸せと喜びを感じてもらいたいから。そっか、じゃあ僕もハルモニア聖歌隊にしようかな。お兄ちゃん、自分の願いはないの？もちろんあるけど、それには君の願いもみんなの願いも含まれてるんだ。誰もが安らぎを得られる本当の楽園が欲しい。それが僕の願いだから。そしたらその中にステージを作って、私たちのショーにみんなを招待しよう。そうすれば私の願いもお兄ちゃんの願いも叶えられるよ。ハルモニア聖歌隊の力で。いいね、じゃあ約束しよう。約束、うん、約束。でもどうすれば調律師になれるのかな。星になることでしょうか。 Yes, we're back here. Eight system hours left. 思ったより早く帰ってきたな。成果はあったか？ええ、今度は私たちが道を切り開く番よ。あの人の意思が届いたなら、俺の最後の任務も完了だな。こんなことを言ったら不愉快に思うかもしれないが、闘志を抱くのはいいことだ。ただミハイルがあんたらに残した道は生易しいものじゃない。そうでなければあの人が孤独の中で眠りにつき、未来の七死人に全てを託す必要もなかったはずだからな。幸いあんたらは人数が多い。負けるとしてもあの人よりは長く持ちこたえられるだろう。 See, Firefly just belongs with us right now. 受け取っておくよ。 Makes sense. これは私の推測だけど、ベルトが交渉に参加するだけじゃ足りないと思う。 Plus, I'm surrounded by three women. It also makes it a lot better. 相手が素直に応じるかどうかは別として、交渉自体私たちに相手と対等に振る舞う機会を与えるだけで優位に立たせてくれるわけじゃないわ。ピノコニーは相手のホーム、それに比べて私たちが使えるカードは最初から少ない。ファミリーに閉じ込められて座して死を待つよりも
こっちから仕掛けた方がいいんじゃないかしら。私たちは性格の特性をよく知ってる。性格は美しい夢を安定させるためのコアとして、ファミリーにとってとても重要なもの。相手の革新的利益に触れれば、きっと彼らも慌てて反撃してくる。そして慌てるということは隙が生じることを意味するわ。性格に直接影響を与えるようなことをすれば、交渉でも戦闘でも有利に立つチャンスがあるかもしれない。問題は、調和セレモニーを間近に控えた今、どうやって大劇場に近づくかだね。きっとファミリーは守りを固めてるから、強行突破するのは。We act as if we're gonna be an opening act for Robin. リスクが高すぎる。Let us put on a show for everyone. 誰も何も言わない感じ。Come on. はい。うち、その問題の答えならわかるよ。Wow, that is so harsh. You of all people. Of course you do. I never doubted you for a sec. Looks like we have one more ace up our sleeves. Time for the master stroke. うちがいなかったら、列車組は手も足も出なかっただろうね。Okay, let's not go that far. これは聞いた話なんだけど、調和セレモニーが始まる前に、セレモニーを盛り上げるためのオーディションが開かれるらしいの。場所はネッサの時で、確か名前はスラードセレモニーオーディションだったかな。 I already came up with this idea. それで優勝すると、スターオブザフェスティバルの称号がもらえて、ロビンさんと直接会えるんだって。でも重要なのはそこじゃなくて、うちらが普通の観客よりも先に大劇場に入れるってこと。それでどうすればそのセレモニーオーディションに出場できる。 We come up with an act and then we do it on stage in front of everyone. 実はロビンさんのファン限定グループで何枚か特別招待券をゲットしたんだ。実はうちずっとこのオーディションのために準備してたんだ。でも今の状況を考えると、そこで運よく目立てたとしても、ロビンさんと握手するチャンスはないだろうな。 You just talked to her though. You could have asked her here. まだそんなことしてたのか。もともとはミハイルが人目を引くために始めたおふざけだったんだがな。まあ、試してみる価値はありそうだ。ミツキちゃんの言う通りにしてみましょう。ギャラガ、あんたは私たちと一緒に行く？いや、おそらく俺にその時間はない。虚構の人物として俺は最後の任務を終えた。ピノコニーが夢から覚めることができるかどうかはあんたら次第だ。もしまた会えたら、ぜひ列車に遊びに来てね。わかった。その時は列車のアーカイブにもう少し情報を追加してやろう。え、そしてホタル、ここまで助けてくれてありがとう。ヒメコ、大きな脅威を前にした今、請求列車と性格ハンターという間柄とはいえ、目的が一緒ならあんたの力を借りたいわ。せっかくここまで来たんだもん、私も一緒にピノコニーでの旅を続けたい。最後にあなたたちとタッグを組めるなんて嬉しいな。A better ending, please don't say that. 私たちがたどり着ける最高の結末だよ。これこそ開拓の旅の意味ね。それじゃあみんな出発しましょう。 Give me the dang hat! Ladies and gentlemen! Oh well, we skipped here, okay.Yes, we are. Eh? うちらのこと? Yeah, he is. はい。戸惑うことはありません。あなたたちからはスターとしてのポテンシャルが見て取れますから。
皆さんにお聞きしますが、ここに来たのは何を手に入れたいからですか？最終グループの出場者となりますが、すべての挑戦を乗り越える自信はありますか？ I'm very confident. 我々の個人インタビューを受けていただけませんか？ちょっとだけですから。 Sorry, no interviews. 前途両縁、道険しく、正義、天を覆いて冠を争う。 That we do. 剣とバラ、準備を守りたまえ。準備、準備、それで力強い。騎士は頭が硬い。ラウンドは融通が効かない。試合に勝つ必要はない。楽しむことをやめてはいけない。なんでどんどん人が増えてくの？怪しい奴らまで出てきたみたい。早く試合を始めよう。 Yes, now where's my hat? すまない、どいてくれ。 Hello?Mr. Aydin. Aydin coins come from this guy. 私はスラーダ工場の工場長、エディオン・レーダーだ。君たちも全銀河の観客に向けて自己紹介を頼む。Aydin coins every week. こんにちは。私は請求列車の七死人、姫子よ。この人たちは私の同行者なの。ピノコニー中にうちらのポスターが貼ってあるんだから、どうせ隠せっこないって。でもみんなが請求列車を知ってるからこそ、ファミリーも軽々しく手を出してこれないんだよね。 Hello everyone, I'm Cell and she's March 7th. Hello everyone, I'm the Galactus Baseball and she's Say Cheese. Hello everyone, I'm Hello everyoneIs it really a good idea to have a talent show in this pivotal moment of our story? Oh my god. To be honest, she is Say Cheese because of her camera, but I'll go with the first one. Konnichiwa! Uchi wa Mitsuki Nanoka! Achikochi boken suru no ga suki na futuu no onna no ko da yo! Konnichiwa!私はホタル。Yes, ordinary. 私はあちこち冒険するのが好きな普通の女の子かな。七死人一行だったのか。それなら最後の対決はきっと素晴らしいものになるだろう。さあ、時は金なり。4人ともついてきてくれ。Old und Rear das Mir. I'm pretty dang sure I said that completely wrong. Trailblazer, point of view, baby. Give me this. So I'm assuming that the hat is still on the guy, right? その通り。このオーディション会場はまさにあの可能性にあふれた時代の縮図なのだ。 Very, very sad. Oh, hello bird. Hello, welcome to the Origami Bird Flying Race. May you attain the best results, Chip. Let's take a look at your wings. Oh, you must be here to spectate the race, Chip.But even if you're not participating, you mustn't slack off on your training or you'll be pushed around by Stone Chip. Oh, there's another bird that needs some guidance over there. See you later, my winkless friend, Chip. See you later, Chip. I so badly want that dang hat, man. I want to know what it does. Hello, Chip.Disqualified! No clue what that achievement means. It must involve popping the balloons. Nana Shibito no Shokun, Kimi tachi no Raihon wa Pinoconi ga dekita tōsho no seikyō buri wo omoi dasasete kureru.
あの時の私はまだ若造だったが、時計屋の広告を見て情熱を持って故郷を離れ、ここに来て人生を築くための元手となる金を稼いでいた。そしてある日、過酷な労働によって深くにも倒れてしまった私は、スーサさんのドリンクによって命を救われた。それ以来、その甘美な味は私の脳裏に深く刻まれ、現在のスラーダを生み出すきっかけとなったのだ。夢を追う時代とはそれほどまでに素晴らしいもの。あの時代も時計屋も懐かしい。このネッサ会場はその可能性に満ちた時代を記念するために作ったのだよ。君たちが最後まで勝ち進み、新時代のピノコニーのスターになることを心から願っている。では試合を始める前に何か言っておきたいことはあるか？ Nah, we'd win. Can we get the ball rolling already? I ain't got all day, capiche? That's for sure. We're gonna take an L in this. I can feel it. Nah, we'd win. さすがは勇敢に前進を続ける開拓者だ。美月なのかさん、君は？観客の皆さん、こんにちは。これからクリアスピードの記録を塗り替えるスーパー美月なのかの大冒険をお楽しみに。 Oh, really now? 未知なるものを開拓して極限に挑戦する、さすがは美月なのかさん。ホタルさんは？ホタル。時の終わりに、みんながそれぞれ望む結末にたどり着けますように。なんと素敵な祝福だろう。姫子さん、君は自分のチームに何を期待しているのかな？みんなが無事でいてくれることかしら。とても素朴で温かい言葉だな。君たちを待ち受けるのは3つのステージだ。どのステージもその時代に関係していて、最初の2つのステージにはそれぞれ2つのルートがあり、各ルートにはユニークな挑戦が用意されているぞ。そして最後のステージでは、今もその地位を守り続ける守護者、高貴で品格のあるチャンピオンに挑むことになる。ルールはこれくらいだ。勇者諸君、分かったかな？それではスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合開始。 So we're all four team, right? みんな、調和セレモニーの時間が迫ってきてる。 Not gonna compete against each other? できるだけ早くゴールにたどり着かないと。ここは効率と安全を考えて。 Yes, split into two groups. I choose Firefly. 二人一組で行動するのがベストだと思うの。 They're gonna put Firefly and Morse together on day. 私と美月ちゃんはホタルと知り合ったばかりだし、お互いのことをよく知らないから。Oh, thank God. Yes. We're gonna smash the competition. Now, Chit-Chat, let's do this. Say what now? I get to pair up with Firefly and there's no catch? It'll be a shoo-in with me around. Hold up, has any of you even bothered to ask me for my consent to this? Say what? I get to pair up with Firefly and there's no catch? それじゃあ、二手に分かれましょう。みんな、急ぐわよ。Firefly is my teammate! Hey, the aliens have reset. My god, I've been going for quite a while. Firefly! Let's win this! We'll take home the gold! With our dance routine! スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第一ステージドリームバトルへようこそ。School of Acting or Action? このステージでは演技派かアクション派の2つの挑戦から好きな方を選ぶことができます。演技派の挑戦では3つの脚本に基づいた演技をして会場の審査員を感動させてください。アクション派の挑戦では3組の敵を素早く倒してゴールにたどり着く必要があります。Let's do the School of Action. I haven't done action in a while. それでは選択してください。
Mundu School of Action. I haven't gotten to actually fight in quite a while, and I want to test this team out, man. Oh. Pinball. Nani? Well, that was cool. Select a challenge arena. Click the button on the tracks and select a challenge arena to go to. Select a challenge arena. Click the button on the tracks and select the challenge arena to go to. I'm assuming that this one's action, right? Yeah, Dreamplay Fantasia Action Challenge. Let's go! We're gonna dance on these fools! Obviously, we don't have the freaking hat, though. Hello! お二人とも、今から私がこのステージのルールを紹介しますね。この先には全部で3つの舞台があり、それぞれの舞台には挑戦が用意されています。挑戦相手の敵はいずれも夢追い物語に登場する悪役ですので、素早く敵を倒して新記録を打ち立ててください。ちなみにこのステージの最高記録は赤髪の選手が打ち立てたものです。彼は3つの舞台のすべての敵をなんと5分という短時間で倒してみせました。時間がないから早く終わらせよう。 Are you talking about Argenti? A man with fiery red hair, that's Argenti, right?Thank you very much. あなたたちが相手にするのは原初の無境の怪物。当時のピノコニーは何もない荒れた場所だった。無境は混沌としていて無秩序で記憶域ミームが横行していたの。 this is just right here. ピノコニーに来た夢を人としてそいつらを倒すことが成功への第一歩となるのよ。スラーダは全部俺たちのもの。スラーダを奪おうなんて考えないことだ。ユニゾンが響く星々の反響、消化消費。 The music started. はい、so the reward they give us is different. Okay. Get destroyed. Slada. 俺の Slada が。楽勝だったね。こんな試練がいつまでも続かないことを祈ろう。That'll be fine, Firefly. Even though this team is basically thrown together, I mean, they have at least arguably decent-ish relics. Not the best. But typically speaking, only some of my groups actually have actually good relics, except my DOT team. Aw, man, it's a gorilla. No.おめでとう。I don't have the tank, man. 最初の夢追い人になったわ。That can bounce. 時計屋に感銘を受けたけど、ピノコニーが黄金に溢れていないことを知って絶望した二人は、仕方なく底辺からスタートして成功するチャンスを待っていた。半ば諦めかけていたその時、大雨が二人にビジネスチャンスをもたらした。そう、あなたたちは傘の商売を始めることにしたの。
でも商売が軌道に乗り始めたところで競合相手に出くわした。さあ相手を倒して商戦を勝ち抜きなさい。どうして競合相手がスラーダなの？それはね、Don't question it. ここがスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回第33試合の宴のオーディションだからよ。プロダクトプレイスメントってことね。 Pretty much。 スラーダの尊厳を守るため空を飛び誰よりも輝くゴリラのスターになる。How dare you damage my Kurata? Unison が響く。そうよ、一体。人事、ナス。At least she's able to heal herself, thanks for, you know. Like, though. Thanks for the energy! And typically speaking, these healers usually have the weakness wave that I will never have, which is fire and physical. But with this team, we do. Oh, look at that! Time to hum your song again! Bye-bye!私の魂に口づけ、その返礼にスラーダを求める。Victory number two. One more. Very, very easy. I noticed the bird a little bit too late.Chip Chip, who woke me? I've been long retired and don't do match predictions anymore, Chip. But with my years of experience in spectator seats, the winner of this match is bound to be that sweet gorilla, Chip. With that sinewy muscles of steel and shoulders jam-packed full of soul glad, there's no weaknesses at all, Chip. Fire, physical, imaginary. What in the world are you sputtering about, Chip? I don't understand, Chip. I can already foresee how it's going to thrash the next with that giant sweet gorilla, Chip Chip.By name of Dreamville, I'm going to get a refund from the organizer, Chip. The birds are so stupid. Oh, hey, look at that. That's going to be a decent challenge. Aw, I can't get up here to get it. No, how dare you. Oh, another one?Chip, you also here to watch the match? Who's country are you, Chip? Hold on, you're that one. Clocky's good friend, a famous baseballer, Chip. If you're around, you're a shoo-in for the champion, Chip. That dinosaur can grandstand all at once. It's all still gonna be beaten to a pulp against a baseballer, Chip. Goodbye, I'm returning to Great Tree. This match is a done deal, Chip. Hey, at least someone has a vote of confidence for me. All right.That. Alright. Fushwan kinda needs heals, but it's fine. 2人とも無事足場を固めてピノコニーの神聖になれたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れダンピングを行ったことであなたたちは破産寸前まで追い込まれてしまった。どんなに長い戦いだろうとあなたは耐え抜いてきた。その強敵を倒せば苦労の末に成功を収めることができるわ。誰であろうと僕のスラーダを奪うことは許さない。硫化妙法を使って恐竜になってやる。ゴー Transmutation Arcanum? 恐竜よ、我が敵を喰らえ。 Wait, am I actually have to fight two of these guys at once? ロモスラーダ素敵な夢へゴーすべてが強烈。消火勝利。
信じなす湘南に過ぎないわ。流れから離れる、隠れろ。行って、ハム。Come on, attack Kunara! The Spyrock gets pissed and actually attacks you. 恩義を転換。星々の反響。殲滅開始。助けてスワローグ。メディケーション。ナイス。そうよ、一体。That's one。人事。ナス。I mean, the team's not bad. 隠れろ。It's just I don't have max traces. My crits are utterly abysmal. Gao! Mi o stete mo, Srada wa stetsu. Gao! Omae ga kyōryū nara, waruku nai. Kore de zenbu katazuita kana? Iko, Belto-san ga matteru yo. Kono tatakai to story, ちょっとちぐはぐすぎない？まさか恐竜に変身するだけじゃ想像力が足りないっていうの？これはピノコニーでしか見られないロマンなのに。とにかく話を戻して、長い戦いの末あなたはついに勝利した。でも当初一緒にピノコニーに来た仲間は希望がないと判断して早々にここを去ってしまった。何年も経った後、あなたたちは賑やかなピノコニーで再会したけど、なかなか相手に話しかける勇気が出なかった。もしかしたらそれこそが夢追う人たちが残した無念なのかもしれないわ。おめでとう。戦闘で見事に夢追い物語の素晴らしいアクションを再現してくれたわね。急いで次のステージに向かおう。 Don't worry, Numbi, I already got it. I knew exactly what that one was, because I've seen it before. Man, this is the first time I've seen enemies actually roaming around in this zone. Now, too bad you can't quick swap teams.Team lineup. Bye bye. Don't ask me why I did that. It's just been a while and I really wanted to do that again. All right. Moving along. And give me this. Some like it hot. Yeah, they do. Very hot. お二人ともステージクリアおめでとうございます。ですが、クリアすることよりも大事なことがあることを忘れないでください。お二人はちゃんと楽しめていますか？楽しむことは成功よりも重要ですよ。タイムを見る限り、あなたたちはあの赤髪の選手よりずっとペースが速いようですね。その赤髪の選手って一体誰なの？それはそのうちわかるでしょう。ただお二人が次の試練も突破することが前提となりますが、スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第2ステージ銃と時間へようこそ。銃を選びブラザーハヌの試練に挑戦するか、時間を選んでクロックボーイの試練に挑戦するか、さあ
選択してください。 Honestly, I'd much rather do Clocky's trial than Hanu's. Mainly because I've done more Hanu's at this point than I have Clocky. I mean, Hanu's isn't bad. It's interesting. My god, this is actually still really cool. Although this is obviously just a loading screen. Gunfire trial. Time trial. That's the goal!